手鏡の便箋。少し遅れましたが、明けましておめでとうございます。寒さ厳しき折柄、いかがお過ごしですか？今年は受験ですね。受験は緊張します。受験会場でリラックスできるようにお守りを持参するのがいいでしょう。最後は神頼みです。凍った道で滑ったり、階段から落ちないようにしてくださいね。受験頑張りましょう。ふみのあや。届きましたよ。では彼女は、それ何の本？怪しいわね。おかしな本じゃないでしょうね。それな、いらっしゃい。そうじゃ、わすは貨幣制度を信じちょらんのじゃ。資本主義は貧富の差を作り出す。そんわすの欲しいもんと交換じゃ。そうじゃ、そうが欲しかったんじゃ。
こそこそ何しちょるんですか？吉岡しおり？どこかで聞いたことのあやな名前だね。どこかで聞いただもん。思い出せんわ。親戚じゃないわ。実長人の子供でも。気分が高揚したら頭がすっ、いらっしゃい。ワカサギのことで。へい。スタンプラリーの台紙は。相撲は。そうが。景品を切らしとるんだ。代わりに何でも相談に乗るで。ああ、はるかちゃんなら子供の頃から知っちょう。彼女は絶景を見ると気分が高揚するはずだ。ちょっと、どこへ行くかね。手荒な真似はせんね。私に絶景を見せてな、それだけかね。つまり、私、高いところが好きなのよ。心が和むわ。この景色は和むのよ。私が紅葉する絶景、2時間サスペンスのラストで出てくるやな。断崖のような景色ね。灯台があったら最高よ。たまには羽目を外すのもいいわね。うわあ、絶景ね。気分が高揚してきたわ。黒部ダムの放水のように記憶が流れ出てくるわ。ああ、そうだわ。ともこちゃんに300円貸し、丸腰よ。パートで働いちょう吉岡芳恵さんの娘がしおりさんよ。ですけど、何ですか？さあ、会ったことあったかしら。そんな子ここにはおらんよ。何のこと？冷やかしなら帰ってください。しおりって誰ですか？
私に娘はおらんが。幼児はいくらでも同じ人がおるが。そんな子私にはおらん。ただの古傷よ。知らないわ。それは話したことぐらいあるけど。私がしおりの母親よ。会ってどうするつもり。残念だけどこれ。それは残念ね。なら別に会わ。それは残念ね。それなら私が教えてあげるわ。でも一つ条件があるわ。15年前、しおりと仲の良かったクラスメイト7人を集めてほしいの。私も一緒に行くわ。ゆかりちゃん、久しぶりね。おばさん、どうして。誰なの。しおりのお母さんよ。ええ、そうよ。海のあやを演じていたのは。私も聞きたいわ。お母さんの前じゃちょっと。そうなんだけど。
全員知っとる。しおりからも話を聞いちょったけん、あなたたちにも私の話を聞いてもらいたかった。いいわ、それなら私が話すわね。しおりは記憶障害のあるふみのようこさんのために亡くなっとった。それはクラスメイトさんに聞いて。そうね、自分から進んで演じていたわ。発端は15年前の春、歩いて帰る途中。どこかで雨宿りしましょう。あれ、しおりがいないわ。あそこよ。雨宿りさせてくれるそうよ。中で雨宿りしてください。ヨーロッパの貴族の屋敷のようね。こういう生活。若いお客が来るなんて。あやさ、お帰りなさい。え、雨に降られてしまったでしょ。え、お友達を連れてきたのね。いつもあやがお世話になっちょます。この三世間知らずでしょ。すみません、人違いしています。私は吉岡しおりです。何言っちゃうかね。ママをからかうつもりかね。いいえ、そうじゃなくて。あんた、自分が誰かも忘れたかね。あなたの名前はアヤ。声に出して言ってみなさい。フミのアヤ、フミのアヤ、フミのアヤ、フミのアヤ。違います、私。あなたはフミのアヤ、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 フミのアヤ。ようこ、やめなさい。彼女はアヤじゃない。あんたまで何を言うかね。アヤじゃない。よう見たわ、アヤよ。アヤが帰ってきたの。奥で少し休んでいなさい。あ、もういいから。すみません。あやさんって誰ですか？10年前に病気で亡くなった娘なの。この写真の人ですね。綺麗な人だな。お嬢さん、松江大場高校だったんですか？ええ、そうです。私たちも松江大場高校なんです。それは奇遇ですね。新聞で取材されたんですね。高校生 IQ テストで1位だと書いてあります。すごいじゃないですか。この絵、お嬢さんが描いたんですか？アヤの夢は画家に。美人で成績優秀。天は二物を与えたわけか。でも17歳で亡くなりました。石見の姫ヶ森の姫の言い伝えみたいですね。あなた、吉岡さんと言いましたね。はい。こんなことをお願いするのは心苦しいのですが。よく。でも妻は病で長くはありません。その間。しおりはそれを受け入れました。あの男のやりそうなことね。おばさん、海野さんを知っているんですか？先を聞かせて。しおりが文野邸に行くようになって、しばらくして陽子さんが文通相手募集の記事を。彼女は仕方なく返事を出したんです。
私も数回会ったきりだけど、何を考えとるかよくわからん。勉強を教えてほしいと言われたんだ。メガネくん、どうしたんだ。わからん。勉強。メガネくん、かわいい。彼女はしおりじゃなくて別人のようでした。それは海のあやよ。会ったことはないけど、そう感じたはずよ。その通りです。こっちが聞きたいよ。しおりは一体どうなったんだ。見た目もアヤさんになっていった。9月の初め、ヨーコさんのバースデーパーティーがあった。バースデーパーティーをやるなんて、おいしいものが食べられ…アヤちゃん、お世話なね。どうしたんで、アヤちゃん急におしゃれに興味を持ち始めたみたいね。あやちゃん、素敵よ。どういうこと？あれはしおりじゃないわ。海のあやが生き返ったんだわ。姫ヶ森の姫の伝説だ。一度死んで美しくなって帰ってくるんだ。驚いたというより、その頃からしおりを避けるようになっていったの。しおりは別人になってしまったんだ。実は僕も同じような体験をしています。カラコロ工房の帰りです。どんなスイーツよりも甘いのよ。そうなの？私とキスしたい？それはしたくないの？それはしたいけど。それならはっきりと言葉にして。しおりとキスしたい。いやらしい。デブはエロ男ね。エロデブね。だって言葉にしてって。デブとキスするわけないじゃない。楽しかったわ。バイバイ。あれはしおりじゃなかった。驚いたし恥ずかしかったよ。まさかあんな風に言われるなんて思ってなかった。それにあんなことを言うような子でもなかったんだ。火事で陽子さんが亡くなって、しおりはあやさんになる必要がなくなった。それなのに彼女はあや…まるであやに体を取られたようだったな。しおりは自分の体を取り戻そうとして。何があったね。卒業式の後、話ってなんだよ。みんな適当に席について。みんなに挨拶したいの。別れの挨拶。
今日で文野綾は嘘でしょ。これコチニールだ。これで文野綾は死にました。もうこの世にはいません。私は吉岡しおりち違う。私はしおり大丈夫？しおりよね。吉岡しおりは死んだ。私は文の綾。私は生き返ったのよ。しおりは綾さんを殺して終わらせようとした。でも逆に綾さんが勝ってしまった。私たちは誰かに相談したかった。でもこんな話は誰も信じてくれない。それで心に秘めることにしたの。あれがしおりの本性かもしれんわ。しおりと綾はよく似ちょうに、綾を演じることで本来の自分が出てきたの。しおりと綾さんが似ているとは思えません。似とるのよ。だって二人は実の姉妹だから。しおりは生まれて間もなく当園の私たち夫婦の養女に出されたの。両親は文の夫妻よ。はっきりとしたことはわからないわ。しおりが養女に来て数年後、あやさんが亡くなり、私の夫も事故で亡くなった。不幸が続いたんですね。その頃文の教授から連絡があったの。松江に引っ越してきてはどうですか？どういうことですか？綾が亡くなった後、陽子の落ち込みがひどいんだ。しおりを連れて行くつもりですか？いや、そうじゃない。でも、しおりが近くにいれば、陽子が喜ぶと思ってね。松江に引っ越してきたんですね。文の教授は最初からしおりに綾を演じさせるつもりだったんだと思います。そんなはずないわ。あの日いきなり雨が降ってきたから文の邸に行ったんです。雨が降らんかったら道に迷ったとか言って訪ねて行ったのよ。姫ヶ森の姫の伝承を利用しようとしたのよ。死者が美しくなって戻ってくる。岩見の出身の陽子さんは伝承を信じちょった。それで綾さんが友人と文の邸に戻ってくるという筋が気にしたんだと思うわ。僕たちまで騙さなくても。真実を知る者は少ない方がいいのよ。この話を聞いていたら誰かが口を滑らせた。そうね。今の話は高校生には重すぎる。誰か大人に相談したかもしれない。全て陽子さんのためだった。そして計画は成功した。大成功だった。
わからんわ。私も長しおりがおらんやんなって真っ先に彼を探しただもん。結局行方はわからんかった。しおりはあやを演じるうちにあやになってしまった。そして私の前から消えたの。姫の便箋。元気にしていますか？もうすぐ卒業です。高校生活に後悔はありませんか？マックスならないというのかな。いつになるかはわからないけど、あなたは松江を訪れる。そして文通をしたことを後悔する。背負わなくてもいい荷物を背負ったのよ。でもそれが運命。逆らうことはできない。混沌の螺旋でマックスは右往左往する。マックスとはいつか会える。その日を楽しみにしているわ。海のあや。あなたはこの町に来ちゃいけんかったのよ。私はもう…助けて…わかる？久しぶりにお肌の調子が良くて。あなたこそ今朝は早くからどうしたかね。娘さん？いや、ひょっとするともう亡くなっとるのかしらって思って。彼女のアパートなら松江中央南通り3番よ。あやよ、あやが現れたの。おばさんが倒れたって本当なの？私はてっきりしおりのせいかと。ここに来る途中でしおりに似た人を見たわ。実は学校で不気味な女が噂になってるんだ。彼女は
末裔に戻ってきているのよ。ガリが心配だ。そうね、簡単に会えるのはレブかな。ベリーのタルトを食べたくらいじゃ死なないわよ。ユカと喧嘩してシワ喧嘩か。彼女ノズと浮気してるんだ。それ本当なの？あいつのバーにこそこそ通っていたんだ。だからって浮気とは限らないでしょ。聞いてないけど。自信のない気弱な性格は変わらないね。チビに話を聞きましょう。いきなり呼び出してなんだよ。あなた、ユーカちゃんと浮気したの？彼女と俺の関係を疑ってるのか？俺はデブが浮気してるんじゃないかってユーカちゃんから相談されたんだ。僕が浮気だって？お前の部屋から女が出てきたのを見たって言ってたぞ。そんなことあるわけないだろ。もしかしてしおりじゃないのか？彼女が戻ってきたのか？それっぽい女性をみんなが見ているんだ。なら彼女かもしれないな。わからないわ。彼女は神出鬼没でなかなか会えないぞ。見つけたら携帯に連絡する。あなたは偶然ですね。真面目そうに見えたけど浮気していたのよ。彼の部屋から出てくる女の人を見たのよ。どういうことですか？わかりました。ここ数年平穏だったのに。どういうこと？そうかもしれないな。あなたがこの町から出て行ったら元の生活に戻れるんじゃない？それならどうすればいいの？文野教授？実は役所にマスクの不気味な女が現れるって噂になってるんですよね。メガネ、調べてくれ。私からもお願い。彼女の呪縛から解放されたいわ。わかりました。調べましょう。資料をコピーしてきました。私はついに
法を犯してしまいました。考えているの？彼女が直接持って行ったのよ。それしか考えられないわ。こっそり侵入したのよ。直樹さんを訪ねてきました。どうぞお入り。私が案内いたします。娯楽ルームでございます。文野さん、お客さんですよ。客だって？これは懐かしい。ショーは休憩にしましょう。久しぶりですね。おや、君は見ない顔ですね。ああ、マックス君だね。しおりは君に会いたがっていましたよ。その前に、皆さんにお話があります。しおりがあなたの娘だというのは、吉岡さんから聞きました。話はそれだけではありません。私は病気でもう長くない。生きているうちに話しておくことが、しおりを養女に出した理由から話しましょう。33年前、しおりが生まれてすぐのことです。アヤの妹のしおりだよ。かわいいだろう。パパは私とこの子のどっちが好きなの？二人とも同じくらい大好きだよ。そんなの嫌。パパは私が大切でしょ？もちろんだよ。私のお願いなら何でも聞いてくれるわよね。パパにできることならね。それならこの子を殺して。何を言うんだ。私のお願い聞いてくれるって言ったでしょ。バカなことを言うんじゃない。パパがやらないなら私がやるわ。やめなさい。アヤは普通の娘じゃなかったんです。しおりの危険を感じた私たちは、彼女を桃園の吉岡夫妻に養女に出したんです。私が監視していたので殺人者にはならなかった。しかし18歳で亡くなった。陽子の落ち込みはひどいものでした。そして妻は
アヤは綺麗になって帰ってくると言うようになったんです。姫ヶ森の姫の伝承ですね。しおりも承知してくれました。彼女がアヤを演じるようになって陽子に笑顔が戻りました。しかししおりがおかしくなっていった。しおり、どうしたんだ？助けて！私は誰ですか？何を言ってるんだ？君は吉岡しおりだよ。本当にそうなの？海のあやじゃ。何を言い出すんだ。記憶が混濁してしおりの私の記憶が消えてあやさんの記憶が入ってくるんです。私はあやを演じるのをやめるように言いました。でも手遅れだった。優しかったしおりの人格はなくなり、彼女はサイコパスのアヤになってしまった。文の帝を燃やした彼女ですよ。わかりません。ただ彼女は見たいんだと思います。その人の持っている本来の姿です。私たちの本来の姿って何ですか？彼女は皆さんの姿をこう言ってました。メガネの強欲、ビッチの嫉妬、デブの暴食、ガリの憤怒、サルの傲慢、チビの怠惰、親友の色欲。彼女はもう一つ軽薄を加えました。私たちが罪人だと言いたいの？彼女は真の姿を見抜いているんです。いいえ、彼女の考えは誰にも理解できません。ふみのさん、少し話しすぎですよ。今日はここまでにしてください。それはもういいでしょ？そうですね。ナンパしようと考えてたの？早く帰りましょう。Thank you.
島根で待ってるよ。